そういう事例を教えてもらえるのは、僕もすごい勉強になります。ツイッターのアカウントが凍結されてしまいまして。おー、今この画面見て、何を指摘されそうだなっていうのを、なんか,この画面からですかお願,すお願いします。じゃあ、最初にお名前を教えてください。いはい、順×んで、じゅんと申します。なんて呼ぶのがいいですか、僕、んさんって呼んでるような気がしますけど、順さんでいいですかはいそれ、それで問題ありません。<laughs> <laughs> ただのインパクト狙いなのですみません。分か,分かりました。じゃあ、潤さんで呼びますね。はい。はい、えっと、潤さんはブログ歴はどのぐらいでしょうえっと、今年の1月から始めまして、そうですね、ちょうど6ヶ月、まるまる6ヶ月経ったという感じですね。うんはい。今6、6ヶ月ぐらいで、収益はどんなもんでしょうアドセンスで1400円で、えー、っとアフィリエイトで3件っていう状態になっております。合わせると 千円とかそんな感じですかそうですね、ですね。3分三千円もいってないのかなという状態だと思います。うん、なるほど、分かりました。はい、いや、なんかどうですか、率直に半年ぐらいやって、まあ、2あ二千円から3千円ぐらいっていうのは、はい、自分としては少ないと思うか、はい、こんなもんと思うか。自分としてはこんなものなのかなって思ってます。やはりいろいろ情報収集するにあたって、あ<ー>まあ難しいっていうのも分かってましたし、ABC 入って、 出していただいたのが4月なんですが、はい、まあそこでいろいろ少人数で話をさせていただいててやっぱ皆さん苦戦されてる方が多いなっていう印象だったのでこんなものなのかなと思ってましたなるほどまあそれは良かったですこう自分が思っていたよりも全然稼げないなとかってなるとモチベーション下がってやめちゃう可能性もあるのではいまあやっぱその辺は長期視点持っている方がいいかなとは思いますねはい も,うもちろん収益も出したいんですが、まあ、自分の能力を高めて、まあ、本業でも活かせれればなって思うところもポイントに置いてるので、そこがやっぱりモチベーションにはつながってるのかなと思います。いや、いいと思いますよ。本当になんかそのお金だけを追うとどうしてももう結果が出ないと、まあ、要はお金稼げないとうそれで、はい、あブログやってる意味ないなってやめちゃう可能性あるというか、そういう人結構多いと思うんですけど、はい、でもやっぱブログを通じて 手に入るものってお金以外のものもたくさんあると思うので、まあそれこそスキルとか経験とか、はい、まあそういうものがだから本業に来て、はい、本業の仕事がうまく回って、そっちで結局収入上がってもいいわけじゃないですか。はい。ね、ブログだけに固執する必要はないので、まあその考えがすごいいいなと思いますよね。はい、これは本当に、ね。ありがとうございます。考えてほしいですね。はい。えっと、今はブログの作業はどのぐらいできてます えとブログの作業、まあ、勉強時間だったり、読書とかそういうのもろもろ含めて、まあ、3時間取れてるか取れてないかっていうぐらいですねおうでも結構やってる方じゃないかと思うんですけど、はい、はい、なんかどうですか、作業自体は結構本当にブログのためにこう時間をあけて、そのブログの時間を作っているのか、割とナチュラルにそのぐらいできているのかでいうと。だんだんナチュラルにできるようになってきましたね。の朝1時間半やって で夜1時間半やってっていうところで、まあ、もちろんサボりたくなるなっていう部分もあるんですが、はい、パソコンを開くと何かしら作業してるっていう状態にはなってきてますねそれは習慣化っていうことでいいんですか習慣化だと思いますなるほど割と同じような時間に毎日作業するってことですよねそうですねほぼほぼルーティンになってますねうんなるほど分かりました、はい、まあ毎日3時間ぐらいはできてるってことですねはい まあ今は収益がえっと2000円から3000円ぐらいということなんですか目標は目標はそうですね、まあえーと、いろいろ設定してるんですが、まあ、年内に月、まあ、PV が3000円ぐらい目指せるようなブログにして、まあ、2024年始めて2年ぐらいで、まあ、月2万ぐらい目指せて、2026年には10万円ぐらい達成したいなと思ってます。 なんかすごい長期目標だなと思うんですけど、はい、まあ当然前倒しができるんだったら前倒しできる方がいいと思うんですけど、もちろんです、はい、なんだろう、それはこうブログで収益化していくっていうのがかなり難しいと思ってるから、そのぐらいの目標を立てている感じですかそうですね、やっぱりこう本業もあって副業なので、やっぱり思う通りにいかないということはたくさんあると思いますし、やっぱ最初から長期目線で考えていかないと。 やっぱモチベーションがこう持たなくなったりそうなってしまうのかなと思って、はい、まあ比較的長期目線で、まあ、い,いぐらいで考えてますそれってブログ始める時からそういう考え方でしたそれともこうブログをやっていく中で、まあ、自分がいろいろ経験して YouTube とかいろんなもので勉強する中であこれは長期視点でやっていかないとうまくいかないなっていうふうに変わっていった,たのかでいえどっちですか そうですね後者ですね、やっぱりこう自分自身の、まあ、もちろん初ブログって初めての作業なので、まあ、自分自身、考えも知識も全然足りないなっていうことが分かってやっぱりこれは本業の仕事の能力と絡めて、長期目線で成長していきたいなと思って、長いスパンに変えましたなるほど、分かりました、はい、ありがとうございます。はい、ちなみに、あんまり関係ない話なんですけど、はい、今、副業でやられてますよね。はい 本業って営業か何かしてます営業ですああ、やっぱりはい、なんかすごい営業マンの方だなっていう印象を受けます、喋っていてありがとうございますはいいや喋るの上手ですよね、営業の方ってり慣れてるんではい、ありがとうございますいや、すごい言葉がなんかすらすら出てくるし、なんか分かりやすい、しかも端的で語ってもらえるので、こっちとしては非常にありがたいありがとうございます、嬉れしいです、ごめんなさい。 はい、そしたら、ここから、えっと、具体的にブログの話に入っていこうかなと思うんですけど、はいはい、今運用しているブログは何ていう名前のブログですかえっと、順平です。すごい分かりやすい名前ですけど、<laughs> はい、もうここに思いっきり書いてますけど、PayPay と楽天の経済圏比較っていうのがメインでいいですかその通りですね。もうじゃあ、この辺を、えー、とコンテンツとしては書いていると。はい。やっぱり今はもうほとんど PayPay ペイペイに関することが メインになってきてきますねやっぱり両方同時に書くっていうのが難しいなと思ったので、はい、で、加えて今、楽天経済圏から p イペイ経済圏に今年の2月から移行したので、はい、その情報を絡めて、一時情報を絡めてブログを書いてるっていう流れになりますこのブログの運用が半年ぐらいですかそうですね、最初、雑記を書いてたんですが、雑記やってた頃にも、まあ、その、 例えば2月、3月、ペイペイポイントどれぐらい書きましたっていうブログ書いてたんですが、はい、まあその流れで思いっきり5月に、まあ、特化に切り替えたっていうふうにしてますなるほど、特化やり始めたのは、月ぐらいですかそうですね、5月からですね。それって、それまではオールジャンルで思いついたことを書いていたざっくりそんな形です、はい。自分が勉強したことだったり、そういうことを書いてました。なるほど でもそのままだとうまくいかないなっていうふうに感じたっていうことですよね。そうですね。で、こう、僕自身も強みだったり、実績がないなっていう中で、まあ、たまたま楽天から Y モバイルに変えることがあったので、はい、あじゃあその流れで PayPay ペペ経済圏のことを変えてみようと思って書き始めたっていうのが理由です。うんはい。ま,あまだその辺を切り替えて時間が経たないので、なかなか結果にはつながらないと思いますけど、なんか今の時点で、はい。 そういうい雑記ブログから特化ブログの方に移行して良か,か,かったと思います。かか良ったと思いますなるほど、それはなぜで,、はい、ですそうですね、やはり何かしらこう絞った方が、ブログって中地さんのおっしゃってるより運営しやすいですし、はい、雑誌やってる時は何を書こうっていうのが常にあったんですが、こう特化ブログに切り替えてから、やっぱこう自動的に、まあ、もちろんサイト設計 してるようでしてないという状態ではあるんですが、まあ、この記事書いてる途中で、あ、この記事必要だなとか、そういうのがいろいろ見えてくるので、あの特化に切り替えてからは、やりやすくなったところはあります。なるほど。それは良かったです。はい、まあ、確かにいろいろ書いていこうと思うと、本当に大変だし、何でもいいって言われると、逆に何に書いていいか分かんなくなる人って多いと思いますよね。はい、まあ僕もそうなんですけど。はい、まあ、っきから特化に移行してるってことで、なんかちょっと。 難しいかもしれないですけど、今、このブログ全体で、記事数どのぐらいあって、月間の PV どのぐらいっていうのを教えてほしいんですけど、はい、記事数が大体13ぐらいで、で、PV がまあざっくり見た形ですと、300から500の間、まあ、400ぐらいが平均なのかなという状態ですそれって、雑記ブログの時の記事は、もう全部消してます消しました非、非公開に切り替えました。 それどのぐらい消してるかかわります半分ぐらい消したと思いますね。ってことは、もともと30記事ぐらいあってっていう感じですかそうですね、月前、1週間に1記事は作ろうっていうのは自分の中で決めてて、まあ、そうですね、半分ぐらいは消したのかなという。だから、えっと、その半分っていうのは、もう今のブログでも使える記事だから、そのまま残っているっていう感じですか、ね、そうですね、少し書いてたっていうのはあるので、はい、これは使えるのかなと思って。 まあ,あとは一部、その雑記の名残で、買ってよかったものだったり、はい、まあそういうのが残ってたりはするんですが、まあ、そういうのもいずれ消していこうかなとは思ってます今、そうやって半分ぐらい記事消してるじゃないですか。はい。その PV とかって、まあ、下がってるんじゃないかなと思うんですけど、どうですか。横ばいでした。ああ、下がってはないんですね。はい。はい、おそらく、もともとは SNS、ツイッターからの流入が多いのかなっていうのは考えてまして。 はい、まあその影響が大きいのかなと思います。あの記事消しても PV とかそんな減らないだろうって思っていたのか、PV 減るかなって思っていたのかで言えば、どっちでしたいや、もう減ると思ってました。ああ、じゃあ意外だったってことですね。そうですね、ああ、消しても変わらないんだっていうのは、見てて思った時の感想です、ね、うん、なんか僕、割とその記事を減らしましょうっていう話をして、はい、まあ記事減らしても そんなに PV 減らないし、むしろ PV 増えたっていう人もいるぐらいだっていう話をすると、割と真犯人の方もいて、はい、このさっきの話を聞いてると、いや、さすがに30記事ぐらい書いていて、それを半分にしてとかっていうんだったら、はい、まだそれから時間も経ってないんで、そんなに、はい、その潤さんの場合は。だから、はい、PV さすがに減ってるんじゃないかなと思ったら、 あ意外に横ばいなんだっていうのは僕もちょっと驚いてますはい、まあ、半分勢いでやったっていう部分があるのでなるほどはいそこはもう分析しなくていいのかなとは思ってますまあ確かに分析したところで別に何かそんなにすごい学びがあるわけではないと思うので僕もいいんじゃないかなとは思いますはい、はい、なんかそういう事例を教えてもらえるのは僕もすごい勉強になります はい、あいすなかなかその自分が、ねはい、ブログをじゃあ新しく作って、記事を消してっていうことができるかって言われたら、はい、なかなかこうできないので、うーんまあできないっていうのは、できない、はい、やらなくていいようにそもそも運営していくから、そんな記事を消したりすることがないんですけど、はい、なので、そういう僕ができないようなことをやってもらって、例えば記事消しても横ばいだったよみたいな話をしてもらえると、僕はその事例をどっかで話せるんで、はいはい、なんかそういう事例を教えてもらえるっていうのは、なんか僕がこう対談をしていて。 僕もいろいろ学ばせてもらってるなと思うところですね。<laughs> よかった、ありがとうございます。ただあの、そこの部分で、まあ、今後の相談にもつながると思うんですが、はい、YouTube なので、まあ、まあ、言ってもめ問題ないとは思うんですけど、ツイッターのアカウントが凍結されてしまいまして、おお、なるほど。なので、はい、先週の金曜日に凍結されて、まあ、せっかく不快とかでいろんな方と仲良くして、ツイッターでもコミュニケーション取ってた中で、 先週の金曜日に凍結になっちゃって、まあ、これからまあどうブログの運営をしていこうかなっていうのも考えてたところではありますね、うん、それって最近、流行りのって言っていいのか分かんないですけど、その話題のツイッターがみんな凍結されてるみたいな、この,の流れに巻き込まれた感じですかおそらくそうだと思います、調べたら、まあ、同じタイミングでいろんな人が凍結されてるみたいなんで、なんか定期的にある凍結祭りみたいな、そんなので、ネット電話出てましたね。 それって知り合いの人も結構、巻き込まれてる感じですか知り合いは分からないですが、えー、ABC オンラインの同期の人たちにも話をしたら、やっぱり誰もなってない、ただ、そのフォロワーさんが急激に減ってるとは言ってたので、まあ、全体的にあったのかなっていうのは考えられますね。 なるほどえ。それってちなみに、はい、なんかこれが原因じゃないかみたいなのって思い当たる節あるんですかいやー、わからないです。PayPay、まあペイペイのことも発信してたり、まあ、基本的にはまあ自分のモチベーションのために、ツイッターも運用してた部分も多いので、はい、うん変なことはしてないので、あの戻ってきてほしいなっていうのは、切に願ってますね。なるほど。<laughs> はい、いや、僕もこの話題を聞いて、あそうなんだと思って、いろいろ確認をしたんですけど。 そんなにすごい調べたわけじゃないんですけど、あんまりこう、誰が凍結していてとか、はい、なんか原因がどうでみたいなのが分からなくて、なんか僕の周りはあんまりそういうのを感じなくて、はい、凍結している人とか、まあ何人かそのツイッターアカウント見に行ったんですけど、ああ全然残ってるなみたいな、特にインフルエンサー周りは、はい、あくまで僕が観測した範囲ですけど、そんなに凍結されていなかったので、はい、だからどういう基準で凍結されてるんだろう、まあいろいろ言われてることはありますけど。はい なんかでもこの人はああ残ってんだなみたいな。だから本当初めて話しました、はい、その凍結された方と。はい。はい。<laughs> まあ、ある意味、今日の対談でネタになるなとはすごい思ってたんですけど。<laughs> 確かに。でも、そんな身を削ったネタいらないですよね。<laughs> いや、たまたまだったんで、で、やっぱ SNS 絡めてブログっていうのはずっとやってきてたことなので、うん、それが急になくなるとなると、すごい困るなっていうのが実感できたので、 また新しく SNS を始める、まあ、インスタだったり、そういうものを始めるべきなのか、それとも中地さんがおっしゃるように、まあ、ブログがある程度完成するまで、そっちに集中すべきなのか、はい、すごい迷ってますね。で一応自分自身はまあ後者で、ある意味、ブログやれっていうお察しなのかなと思いながら考えてます。ということは、凍結されてから、特に新しいのも作っていないですか新しいの作ってないです。 そのブログに集中しようと思って作ってないのか、それともなんか今までの凍結されたやつが復活するんじゃないかっていうワンチャンにかけてるのかとか、どうですかワンチャンにかけてます。なるほど。はい。うんまあ、可能性全然なくはないんでね。はい。意、は、義、い、の申請とか、なんかそういうのを上げて、ツイッターにはメールを送ったので、あとは待ちなのかなっていう。まあもしかしたら、凍結解除されればってことですよね。はい。 まあ戻ってこなかったら戻ってこなかったで次の手を考えようかなと思います。これがちょうどこの前の金曜日の話なので。直接ブログの相談とは関係ない話になっちゃうんですけど、はい、なんかそういう SNS のアカウントを凍結させるとか、はい、その悪いことをしていて凍結させるっていうのはもうしょうがないと思うんですけど、はい、まあ言っても今回そんな思い当たる節もないわけじゃないですか。それで凍結させるとかっていうのは いろいろ話をする身としては、本当にやめてほしいなと思います。はい、その何かっていうと、<laughs> SNS をやる方がいいよとか言うわけじゃないですか。やっぱりその y m r みたいなことがあるから、はい、SEO をやらないで SNS やる方がいいよとか、はい、SEO よりもやっぱり SNS の方が、はい、まあ大変な部分もあるけど、ある程度影響力ついたら安定するからみたいな話をしてるんだけど、はい、いや、凍結するんだったら SNS リスク高くないみたいなことになっても、なんから僕、はい、<laughs> その SNS を押しにくくなるので。 はい、やめてほしいなっていうのは、すごい個人的な話ですけど思います、ねはい、そういうリスクもあるんだなっていうのが、うん、こう見てる人にも、うん、伝わればいいのかなっていうのは、ある意味思いましたねそうですね、確かに。はい、まあ結局のところ、SEO もそうだし、SNS も、まあ、それを管理している運営会社がいて、そこのプラットフォームに乗っかってるだけなんでね、はい、どこまで行っても自分が全部を管理しているわけじゃないので。はい そういうリスクはありますよね。はい。そうですね、まあ。あるのないの分かってるだけでも、ああ、気をつけようとかなるのかなと思いますんで、うん、僕はちょっともう次絶対気を,なんか気をつけながら、うん、<laughs> SNS の運営はしていこうと思いますね。もし新しくやるのであれば。んなんかむずいですよね。でも、これが原因だって分かってれば気をつけることできますけど、今んとこ原因分かってないんで、はい、何やったらダメかも分かんないじゃないですか。そうですね。原因が分からないので、 でも実際それも原因あるのか、もしくは本当に原因なくて、たまたま流れ弾みたいな感じで被弾してる可能性もあるなと思うので、はい。だからまあ本当に難しいなと思うんですけど、まあこれ考えてても答え出るような話じゃないですか。<laughs> そうですね。はい。まあ前を向くしかないかなと思います。うん。ちょっと終盤の話はまた後で改めて、はい。しましょうか、はい。お願いします。はい。で、ちょっとだけ話を戻させてもらって、まあそのブログについての話なんですけど、はい。えっと、今は、 まあペイペイの方をメインででで書いいてるんすすかねねはい、そうです、ね、楽天経済圏から PayPay ペイペイ経済圏に移行したっていう話があったと思うんですけど、はいなんかその辺軽くなんで PayPay ペイペイに移行したっていう理由とかあれば教えてほしいんですけど、そうですね、まあ、ブログ始めたきっかけにもつながる部分があるんですけど、もともとのスタートはまあ両学長の動画から始まってて、はい、やっぱり。 楽天経済圏の話とか、両学長、よくされてると思うんですが、楽天経済圏の解約の話が増えてきてるっていうのがあって、やっぱりみんなの気になる部分でもあるのかなと思って、でその中で今、一番勢いづいてるものが、まあ、たまたまではあるんですが、やっぱりペ PayPay イペイっていうところが大きいと思うんで、で実際に PayPay ペイペイのダウンロード数も、なんか間もなく5000万件とかになるみたいなんで、はい、まあここでワンチャンあるのかなと思って。 まあ後付けでもあるんですが、そんなふうには考えてます、ペイペイをやろうっていうのは、そういうふうに考えてます、うんまあ、でも確かに、楽天経済圏の解約みたいなのはずっと言われてて、まあ、それも、ねはい、こう楽天モバイルの方の赤字をなんとかするためだみたいなことも言われてますけど、はい、なんかそう考えると、この楽天モバイルが苦戦すればするほどに、まだまだ解約続く可能性はあるので、はい、その判断としては、なんか悪くないんじゃないかなとは思いますけどね、ペイペイの方に振るっていうのが、はい、ありがとうございます。 なんかあんまりこう僕はなんとか経済圏みたいなのを気にしてるわけではないので、はいはい、なんか楽天経済圏ってなんとなくイメージができるんですよね。はいはい、まあその楽天市場みたいなところで買い物ができて、例えば楽天のカードとかを使うとポイントが貯まってみたいな、はい、なんかそういうイメージできるんですけど、PayPay の方も割と同じような感じなんですかそうですね、うん、大体は同じような感じなのかなって僕自身も思ってます。楽天はポイントのの交換源を狙うのであれば よく、ね、お買い物マラソンとか言われてますが、はい、いろんなお店で買って、何店舗か,かで買ったらポイントが増えるっていうのがあると思うんですが、まあペイペイも、まあ、オンラインショップ、ヤフーショッピングだったり、ペイペイもてあるんですが、はいまあ、ある程度の条件をクリアしてれば、お買い物マラソンとか必要、まあ、買い回りなしでポイント交換券狙えるので、まあ、利便性は少し高いのかなっていうふうには感じてますまあ将来性の話があったんですけど。はい 現時点で比較したときでも、まあ、これは意見いろいろあると思うんで、まあ、ジュンさんがどっちかでいいんですけど、はい、楽天よりペイペイの方をおすすめしますか、はい、おすすめします。うんで、なんかその理由は楽天より、やっぱいろいろポイント取りやすいなっていうのは思ってます。ただ、今思ってるだけでやって、これ、来年ぐらいにやろうかなと思ってるんですが、また今、ペイペイ経済圏にいるのを楽天経済圏に全部戻そうかなと思ってまして。 はい、でそれでまたブログ記事を書いて、本当に比較していこうかなと思ってます。ああ、なるほど。はい、だから、実体験として、どっちもやってみて、どっちの方がどうお得だったとか、そういう記事を書いていく、はい、そうですね。そういうのはありなのかなっていうのも、少し僕自身の中の疑問ではあるんですが。それって今後もそういう感じでやりますこれからブログ運営を まあ言っても何年も長く続ける予定だと思うんですけど、はい。その中で、あっちに行ったり、こっちに来たりっていう話ですわ、えー、と最終的にはどっちにかは決めると思います。まあ多分今の感覚ですと、PayPay 経済圏にとどまるかなと思いますね。やっぱり楽天モバイルのあまりいい話も聞かないですし、PayPay の方がやっぱソフトバンク グループなので、まあ、そっちのほうが会社的にも強いのかなと思ってるので、PayPay 経済圏のほうを進めていこうっていうのは、将来的に思ってます。ということは、PayPay、まあ、ペイペイ経済圏をまあ使っていって、その後に一回楽天経済圏に戻して、はい、そこからやっぱり PayPay ペイペイのほうがいいよねってなったら、そっちの PayPay ペイペイ経済圏を使っていいくという感じですかそうでのね。その,辺の設計というか、将来的な見通し、なんかある程度立てておけるといいなと。 今話をしてて思いました。はいはい、その見通しみたいなものを。で、はい、何が言いたいかっていうと、結局今、はい、じゃあ PayPay ペイペイを使っていて、で、もう一回楽天とかに戻して、実際にそれがどうなのかっていうのを比較するっていう話で、はい、それ自体は、はい、まあコンテンツとしては面白いのかなと思うんですよ。はい。ただ、何が気になるかっていうと、それがずっと PayPay ペイペイも楽天も、その今のサービス内容でいくわけではないじゃないですか。はい、そうですね。 まあ改善されたりっていうのを繰り返すと思うんですけど、はい、そうなると、今、ペイペイ経済圏使いました、で、その後に楽天経済圏使いました、はい、じゃあやっぱりペイペイ経済圏のがいいよねって、もちろんなる可能性はあるんですけど、例えばその後に楽天経済圏改善されましたって言ったら、結局どうなんてなって、じゃあもう一回楽天経済圏使わないと本当の比較できないよねっていうのが一生続くんじゃないかなって僕は思って、はいはい、そうですね。はい、そうですね。言われ,れるとだけそうですね。いや、なので、その辺の、はい。 見せ方みたいなのは、今のうちに、もうだからずっとそういう風になんか切り替えをして、企画をしていくっていうやり方をするのか、それとも、もう自分はペイペイと楽天の方を比べて、例えば今ペイペイ使ってるけど楽天の方がいいから、その時点で楽天に乗り換えるって別にしなくてもいいと思うんですよ。ペイペイの方はペイペイの方で、それだけのメリットがあるんだったらもう楽天の方がいいかもしれないけど、まあペイの方で。 自分はやっていく、それはこんなメリットがあるみたいなことをずっと押し出していくのでもいいですし、例えば、なんかこれはできるかわからないですけど、それこそご、えー、結婚されているんだったら、例えば、PayPay、はい、経済圏を自分が使って、奥さんが楽天経済圏を使って、2、はい、二人が同時に走っていく。で、それを例えば比較コンテンツとか、まあ、同時にいけるんで、その辺のデータも、まあ、並行してこう比較のデータが取れるんで、はい、それをブログで出していくとか、何かそういう見通しがある方が、はい、なんか今後、 サービス内容が変わった時に、はい、あれこれ結局どうしようとか、なんかその今の見せ方だったら、はい、なんかそういうサービス内容が変わった時に困るなみたいな感じにならない方がいいのかなと、はい、はい、確かにそうですね。妻、はいね、に楽天経済圏で走ってもらうっていうのもいろいろ考えたんですが、各社のやり方が上手なのか、やっぱ家族でいろいろやると、よりお得になるっていう部分があるんで、そ,ですよね、そこの課題をどうするかっていうのは、検討。 していきます全振りした方が読んでる人の方が分かりやすいかなと思って今全振りしてるっていうふうに考えてますそれでもいいかなとは思いますけどねいろいろと行ったり来たりするとややこしいし、はい、まそれこそなんか本当にもう明らかにもう差ができすぎてしまって、はい、その例えばその楽天経済圏の方が PayPay 経済圏 より劣るみたいなことになったときに、例えば、かなりそれで楽天経済圏をやったとしても、はい、いや、今まで自分はずっと楽天経済圏でいたけど、はい、も、この状況だったら、絶対にペイペイ経済圏の方がいいよっていうのも、はい、なんかそれはそれですごい一つの参考になる情報だと思うんですよ。はい、まあ言ったら、今のこの話って、別にペイペイ経済圏使ってただけじゃないけど、でもライバルをずっと使ってて、ずっと使い続けていた人がこっちに移行するっていうことは、はい、あそれだけ本当にいいものなんだなっていうのが伝わると思うので。はい だから例えばペイペイ経済圏だけをまず,こうずっと使って押していってで本当にサービスとしてまずいとかってなったら、はい、その時点で別にこう楽天経済圏にその時点で切り替えるとかっていうのをできるしそれでもブログ読者はついてきてくれるのかなと思うので、はい、なんかその方向性でもいいのかなとなんかそのさっき僕が言ったような、まあ、ややこしいなんかその切り替えみたいなのをずっとやってな、はい、いかなくてもまあそのブログとしての価値は ある程度出せうん確かにあの楽天経済圏のことをこう情報発信されてる方ってまあ比較的多いのかなと思ってただまあペイ,ペイ経済圏もいらっしゃいますがまあ楽天経済圏と比べるとまだ少ないのかなっていう印象もあるんで逆にずっとうんペイ使い続けててその情報発信してる方が自分自身もやりやすいのかなっていうのは今話を聞いてて。 あっっち行ってこっち行って,て、って自分の生活が大変になると思うんで、そう感じました。普通にいいと思いますけどね、まあやっぱりどう考えても楽天経済圏のことを書いてる人の方が圧倒的に多いと思うんですよ。はい。まあそれは楽天の方がが、ね、昔からやってますし、その楽天のことを押す人が多かったので、その YouTube とかでも。なので、そっちの方をこうをメインで押しているようなブログとかも多かったと思うので、なのでそういう意味では、はい、SEO とかそういうことを考えても、 まあ、ペイペイ経済圏の方が競合も少なそうだし、まだ楽なんじゃないかなとは思いますね。はい、なんかそこに特化しているものってあんまりなさそう。その楽天経済圏とか、はい、いろいろクレジットカードとかそういうものを書いてる人が、その中のコンテンツ、はい、一部のコンテンツとして、ペイペイ経済圏について書いてるっていうのは全然あると思うんですけど、はい、なんかあんまりペイペイ経済圏で特化しているブログが、そんなに、まあ、それこそ楽天経済圏ほどあるかって言われたら、そこは絶対ないかなと思うので。はい でこう今後のね、その伸びしろ的なところで、楽天とソフトバンク、どっちかっていうと、うはい、ソフトバンクの方がって思わなくはないので、はい。なんか方向性としては、割と、なんかありなんじゃないかなと思いますね。はい、わかりました。そうですね。まあ、この後の話にもなってくると思うんですけど、まあ、あとは、うん、マネタイズが苦しいなっていう部分もあったりしますね。はい、うーん、確かに。はい、ちょっとその前に、えっと、いくつか。 聞きたいことがあるんですけどはい、はい、ブログのコンセプト的なものってどんな感じで考えてますか、まあ、誰のどんな悩みを解決するブログなのかっていう話なんですけどはい一番は、まあ、今楽天経済圏にいる人が、まあ、解約の情報が続いて他の経済圏ってどうなんだろうって思ってる人に、まあ、役に立ってほしいっていう思いで作ってますなるほどはいっていうのは 具体化できますか役に立つっていうのは一体どういう状態なんだろうそうですね、引っ越してもらいたい、あ楽天経済圏からペイペイ経済圏に移行してほしい。なるほど、はい、ということは、はい、今、楽天経済圏を使っている人がペイペイ経済圏に移行する、その移行した状態っていうのは、ちなみに何か定義ができますか そうですね、例えば楽天経済圏の人が楽天ペイを使ってますけど、それをペイペイに切り替える。でえー、とクレジットカードも楽天カードを使っている人がまあペイペイカードに切り替える。す、ま、べ、あ、てのサービスをまあペイペイの関連したソフトバンクに関連したものに移行してもらうというものをイメージしています。うーん なんかこう、やっぱ具体的な方がいいなと思うんですよね。何かっていうとですね、調べてくる人って、まあ、ぼんやりした状態で来るといえば来るんですけど、はい、なんかただ割とこう具体的にこうしたいっていうのがあってくる人も結構多いんですよね。はい、なんかこういう目標があるからお金を貯めたいとか、はいはい、このぐらい節約をしたいとか、はい、でそういう人が来たときに、はい ただ、その全部のサービスを楽天経済圏から PayPay の方に移行して、はい、っていうと、どうしてもこう、道筋がぼんやりしていくんですよ。何が言いたいかっていうと、じゃあ、結局書いていくコンテンツとしては、楽天から PayPay に切り替える方法みたいなのを書くコンテンツで書いていく。はいえー、それこそ、わかんないですけど、楽天市場で買い物をするんじゃなくて、PayPay、はい、モールとか Yahoo ショッピングで買い物をする方がいいよっていうコンテンツをどんどん書いていく。 はい、でそれをじゃあ例えば読者が読んだとしてそれが参考になるのかって言われたら、はい、結構微妙だと思うんですよん、はい、なんかそんなコンテンツを求めてるのかって言えばそういうコンテンツを読者が求めてるわけではないだろうとはい、うん、確かにそうですねはいでその、まあ、具体的にって言ったのは、まあ、これどっかの対談でも言ったことあるんですけど、はいはい、結局ポイントたまるわけじゃないですか だからそれこそ、えっと、ペイ,ペイポイントって名前ですか名前って。そうですね。はい。例えば、そのペイペイポイントをこういうふうなやり方して、このぐらいなんかいろいろやっていくと、1万ポイント貯まるよ、みたいな。はい。そのペイペイポイント一を1万ポイント貯める方法みたいな方が、僕は読んでる読者が分かりやすくて、あ,あこの手順通りにそれをやっていったら1万ポイント貯まるんだっていうゴールまで、たどり着きやすいと思うんです。はい。はい なんかそういうふうにする方が記事も書きやすいというかはっきりするし、はい、なんか読者としてもそのゴール分かりやすいんで、まあ、やるかやらないかっていう判断がしやすいんじゃないかなと思うんですけど、はい、どうですか毎月そういうような記事は書いてますね例えば PayPay のアプリでいくら使ってオンラインショップでいくら使って PayPay カードでいくら使ってで最終的にポイントがどれぐらい取れました ポイント還元率は何パーセントになりましたっていう記事は今、毎月書いてますね。情報発信はしていますそれでいうと、それとはまたちょっと違って、はい、今のニュアンスでいくと。役割が違ううと思うんです、はい、でどう役割が違うかっていうと、今の記事ってどちらかというと、はい、やっぱり PayPay ペイペイ経済圏の方がいいんだ、自分も PayPay ペイペイ経済圏を使いたい。 はい、で思うところまでの,このきっかけ作りとしてはいいコンテンツだと思うんですよ、はいはいで。それはやっていった方がいいんですけど、じゃあそのコンテンツ読んだ後に、に、はい、自分もじゃあそういうふうにやろうって思ったときに、はい、実際にどんな流れで何をやっていったら、そのぐらいのポイントがたまるんだろうっていうのが分かりにくいと思うんですよね。はいえっと、それこそ何が言いたいかってっ、はい、例えばブログで稼ぐ方法っていうのを知りたい人に対して、はい えっと、じゃあ、自分は毎月ブログでこんなことをやっていて、このぐらいの収益が出ていますっていうその体験記事みたいなのを何,百何十記事とか見せて、それでブログ、その通りにブログやったら稼げるよって言われても、はい、多分ブログやりたい人は分かんないと思うんですもっとノウハウとして流れみたいなのを体系化してや,、はい、やらないと、なんかその自分が実体験でこうしてるから、それを参考にしてやったらいいよでできる人ってほぼいなくて。はい 例えば、まあ、それこそブログでもいいんですけど、僕がじゃあこういうジャンルで、こういう風なやり方をしています。で、記事の書き方は僕が記事を書いてるんで、はい、その記事を参考にして記事書いてください。なんて言っても、ブログをやる人はやっぱできないんですよね。その記事を参考にしてって、何をどう参考にしたらいいのか、ここでは何を考えてるのかとか、そういうことを全部基本的に体系化して言語化してあげる。そこまでやってあげないと、実際に行動まで移せないので。 はい、でも結局、ブログの目的としてはあ楽天経済圏より PayPay 経済圏の方がいいなって思うことじゃなくて実際にそれを行動して変えてもらわないと結局収益にもつながらないわけなので、はい、そこのあいいなって思うところももちろん必要なんですけどそこから実際に、はい、あじゃあ、この流れでやったらいいんだなって言ってその切り替えていくっていう、はい、その具体的なところが必要なんじゃないかなと思うんです。はいはい なんかマニュアルみたいなイメージでいいんですか、ね、あまあでも普通にそうですかね。まあ、てかノウハウみたいな話です。はい、ノウハウ。はい。だから自分がやっていることを一般化して誰でもできるように落とし込んであげる。はい。はい、もうこれを上から読んでいって順番にやっていけば自分と同じようなことができるよっていうものですね。わ、はい、かりました。で、そのために必要なのがさっき言った、はい、まあ要は明確なゴール設定っていう話になるんですけど、はい。まあそれがあると、まあこのぐらいこういうことをしていったら、このぐらいの。 例えば今回ならポイントが貯まるよっていうのを言えるからですね。はい。結、は、局、い、その貯めるポイントっていうのもいろいろ変わってくるわけじゃないですか。多分使う金額とかによっても。はい。はい、でもそれこそいくら以上使うんだったらこっちの方がいいよみたいなのがあると思うんですけど。はい。なので自分がいくら以上使うとか、まあどのぐらいポイントを貯めたいとか。はい。なんかそういうのを思った時に、なんかこのやり方をしていけばこのぐらいの そのポイントがたまるみたいなのが分かる方が、その道筋として、ブログ記事書きやすいし分かりやすくななるのかなと思います、はいはい、分かりました、こう読む人、読む人って状況だったり、まあ、経済状況も全然違うと思うので、はい、まあそこのターゲットとかも明確にしないと、読者には響かないのかなっていうのも、今、話を聞いてて、感じた部分ではありません、ね、そこもなんかぼやっとしてるような気もします、今。 そうですね。あのー、はい、あれ大事だと思いますよ。それこそ、うんと、ペルソナみたいなのは、今回みたいなブログをやるんだったら、めちゃくちゃ大事だと思いますね。はい。はい、それは、結婚しているのか、えっ、ー、と、はい、子供がいるのかいないのか、子供が何人いるのか、とか、はいはい、そういうことでも、お金の使い方って多分全然違うじゃないですか。うん、はい。使えるお金とか使い道が違うと思うので、はい。だから、そういうことも、ちゃんと考えた上で、やっていける方がいいのかなとは思いますね。 でもそれはなんかご自身に当てはめるのが一番いいと思うので、はい、そのじゅんさんが例えば結婚していて子供がいるとかだったら、もうそれに当てはめて、そういう同じような例えば家族構成とか年収的なものとか貯蓄率とか分からないですけど、はい、そういうものでやりたい人というか、そこに近い人がこう集まってくる。はい、だから結論結婚してないし子供いないしで、例えば20代前半の人が読んでも参考にならないっていう。はい 感じですかねやっぱそうしていかないと、差別化もできないし、はい、なんかあえて自分のブログを読むっていうメリットを提示できないんですよね。はい。ぼんやりしたコンテンツでいいんだったら、それこそ PayPay 経済圏のことを書いてる、もっとインフルエンサーの人たちが書いてると思うんですよ。PayPay、はい、ペペ経済圏のメリット、こんなんで、それ実際にどうすればいいのみたいなのは書いてると思うんですけど、はい、そうじゃなくて、なんかもっともっと,えっと深いこと。 結婚しているからここにお金を使っていてとか子供がいるからこういうことも考えてお金用意していかなきゃいけなくてとか,なんかそういうのっていうのはやっぱりそういう人たちは書けないのでインフルエンサーとかまあ要はぼんやりしたコンテンツまあこう全体を俯瞰して見るようなコンテンツあとそこまで深く切り込めないのでまあそもそも自分が子供いないのに子供がどうこうっていうのは分からないじゃないですかでそういうのがやっぱ読者に刺さるようになっていくと思うので。 なんか自分はどういう人をターゲットに書いているんだろう。で、その人が本当にこの記事を読んだときに、それを実行できるのかどうか、はい、この実行できるかどうかっていうのは本当に大事なところだと思うので、はい、まあその辺を考えてもらうといいんじゃないかなと思いますね。わかりました。すごい記事を書いてるときに、これ、独身の人だったり、若い人には全然多分イメージできないですし、刺さらないだろうなっていうのは、書いてても何度か感じたことはありますね。 どこに向けて書けばいいんだろうかっていうのは、すごい悩んでた部分でもあります。うん。それはなんか考え方としては、すごいいいなと思いますよね。逆に、だから誰にでも刺さるってなると、誰にも刺さらないコンテンツになるので。はい。だから、そうやって、あ、これ独身の人が読んでも参考にならないよな、みたいな方がコンテンツとしては僕は健全だと思いますね。はい。はい まあ誰にでも刺さるって本当にさっきも言いはしたけど、そ,けそのコンテンツいっぱいあるので、はい、わざわざ今から自分のコンテンツをみんなが読みに来てくれる理由が全くないんですよね。はい。なんか既存のもっと有名な人のコンテンツ読んでればいいじゃん。はい。でも結婚してて子供がこのぐらいいて、このぐらいの年収で、はい。なんかマイホームがとか、そういうのを読みたいんだったら自分のブログの方が絶対に参考になるよ。はい。逆に言えば子供いないと参考にならないけど、子供とかいて、まあ、そういうような状況だったら参考になるよみたいな方が。 やっっぱり自信を持ってお勧めでできると思うん,ですようんまあこれも最近よく言うんですけど結局、はい、あなたのこうブログの強みは何ですかブログを読者が読むメリットって何ですかっていうのを言われた時に、はい、やっぱり明確にこういうのが自分のブログのメリットですだから読者は絶対に自分のブログを読んだ方がいいっていうのを自信持って言えるかどうかは本当大事なことなんでよくあるんですけど、うん、そのブログじゃなくてリベ大イの動画を見た方がいいんじゃないですかって 例えば聞かれたときに、はい、いや、そうなんですよねって言っちゃうんだったら、それはじゃあリベ大イ見せた方がいいじゃんってなるんで、はい、でもやっぱそうじゃないんだよ。はい、そのリベ大イでも例えば、割と幅広いコンテンツになると思うんですよ。その動画のコンテンツとしては。はい、まあその視聴者が幅広いわけで、だからターゲットとしては割と広くはなるんですけど、はい、だから広く学びたいんだったら、例えばリベ大イのコンテンツでもいいけど、さっき言ったみたいにさ、結婚してて子供がいてとかだったら、リベ大イよりも自分はそこに特化して書いてるんで、はい、そういう人だったらうちのコンテンツを見てくれた方が参考になるよ。 はい、っていうのを自信持って言えるかどうかはすごい大事なことなので、はい、まあその辺はぜひちょっと考えながらプログラムにしてほしいなと思いますわかりました、もっとペルソナをこう深掘りというかもう、うん、自分自身に一番当て褒めるのが、自分自身も書きやすいのかなと思うので、と自分と似たような家族構成の方々に訴えていこうと思いますそうですね、なので、まあ、自分自身がどういう人なのかっていうのをちょっと分析してみるといいかもしれないですね。あえてこう言語化することとないと思うので、はい まあぜひやってみてみくださいわかりました、ありがとうございますまあさっきもね、話がちょっとあったんですけど、はい、こうマネタイズで困っているみたいなお話だったんですけど、はい、だからその辺は今、どうしていて、何で困ってるっていうのがあれば教えてほしいんですが、一番メインになってくるのが、まあ、PayPay のアプリをダウンロードしてもらうっていうことが、一番のマネタイズになるのかなと思ってまして。 ただ今もうダウンロードしてる人は多いですし、はい、でさっきの家族構成、多分三20代、30代、40代の方の人も、おそらく PayPay ペイペイアプリを持ってるのかなと思いまして、まあ、ある意味 PayPay ペイペイの市場規模が大きいからこそ持ってる人も多くて、どうやってもっとこう、マネタイズに、うん、あまり常時言語化できてないというのもあるんですけど、 うん、上手にやってたらいいのかなというのは、すごい疑問に感じてますね。もう、まもなく5000万ダウンロードってなってるので、ほとんどの人が持ってて、普通なのかなっていう状態で、こうペ、PayPay イペイのアプリを進めるっていうのは、うん、難しいなって思いますね。なるほど。はいはい、ちなみに PayPay のアプリダウンロードで、えっと、1件いくらっていう報酬もらえる感じですかそうですね、300円いかないぐらいですね。 ああ、はい、なるほど。で、まあ、そんなに高くはないですよね。そのがはい、まあで、しかも、あれですよね。<だ>今、うんはい、楽天経済圏使っている人でも、とりあえず PayPay ペイペイのアプリは持っているから、なかなかその経済圏切り替えさせようと思っても、アプリのダウンロードみたいなのはさせにくいと。そうですね。そのアプリ以外に今、なんだ、紹介しているものとか、なんかキャッシュポイントみたいなものって考えてます大きくは今考えてなくて、あとかやってるのが、その PayPay ペイペイの ポイント還元率って条件によって変わったりするので、その条件達成で、まあ、例えば PayPay ペイペイモールでお買い物だったり、電子書籍の購入だったりっていうのがあるので、まあ、そういうのは貼り付けてたりしますね、そういうのも紹介してはいます。ただ単価が非常に小さいので。楽天経済圏とかでもいいんですけど、そういうものの発信をしている人って結構いるじゃないですか。はい。 SNS でも結構フォロワーを抱えているような人もいると思うんですよ。はい、そういうお金に関することを発信して。はいはい、そういう人たちって何でマネタイズしているのかって、追ってますかあまり追ってないです。ただ、なんとなく感覚的になんか確かにこの紹介コードを使ってだったり、そういうのはちらほら見たりするので、そういうことをやってるのかなっていうのは、なんとなくイメージとしては持ってますね。その紹介コードがあっていう のも、だから何の商品かっていうのはちょっとわからないって感じですかね。そうですね、追ってはないですね。ああ、その辺は追った方がいいかなとは思いますね。はい、わ、はい、かりました。結局、そのお金に関すること、まあ、特にこう楽天経済圏、はい、ペイペイ経済圏って、まあ、言っても別に珍しいブログじゃないんですよね。はい。で、今のこのマネタイズの悩みって結局みんな持っているわけじゃないですか。はい、はい。ってなったら、 他の人どうやってんのっていうのを見に行くのが一番早いと思うんですよ。だってみんなが悩んでいて、そ,ねはい、それを何とかしようと思ってて、はい、インフルエンサーだったら当然そこのマリタイズっていうのはしているわけなんで、はい。なんかわざわざ自分がこう一人で考える必要っていうのは僕はないのかなと思っちゃうので。そうですね。確かに、浅はかでした。はい、普通に、いや、普通 <laughs> にいいですよ。<laughs> あの、もっついてないっていうだけかもしれないですね。自分自身が記事を書くことに精一杯になっちゃってて。ああ、でもそうですね。確かに。はい。今度周りの情報収集が。 追いついつてないいっていうのが一番のの原因なのかなかって今感じました確かに、なんかパッて、僕もそこをやってるわけじゃないので、マネタイズとかキャッシュポイント思いつかないんですけど、はい、でもマネタイズ、絶対にできますけどね。はい。そのお金に関するところなんで、はい、そもそもめちゃくちゃそのお金に直結しているし、お金もすごい動くわけじゃないですか。はい。だからそこでマネタイズできないって基本的にありえないですけどね。はい、そのユーザーザさえ呼んで 集客さえででできればできればいくらでもそののキャッシュポイント作れると思うので、はい、だから、まあ実際に他の人がどうやるのかっていうのは今のうちから調べておくほうがいいですけど、はい、なんか基本的に、うわ、このジャンルマネタイズできないんだよなみたいなことはありえないジャンルだと思いますね。わかりました。まあ人が集まってくるんだったら、はい、アフリエイトじゃなくても、多分直接企業から広告貼ってくれとかって絶対来ますけどね。はい。メリットが大きいんで企業にしてみては。はい。貪欲に調べていきます。そうですね。まあその辺は是非、また調べてみてください。はい、わ、はい、かりました。 マネタイズはもう基本的には今のところアフィリエイトだけで考えてます。アドセンスとかアドセンスもち、まあ、っちゃいものに切り替えました。もうなんか例えば画面切り替わるたびに大きいの出てきたりしてましたけど、はい、もうそれもやめて、うん、最低限のものもにしてますそれは読者としてそういうのがあると鬱陶しいかなって思ったとかですかそうですね、僕自身がやっぱそういうブログって鬱陶しいなと思うので、はい、ABC の同期とも話してて、そうなってるの鬱陶しいよって言われて。 変えましたね。はい。わかりました。まあまあ、そのマネタイズの部分は、さっき言った、他の人がどうしてるっていうのを見るのが、とりあえずは一番いいと思うので、はい。まあそんな感じで、ちょっとやってみてください。はい、わかりました。ありがとうございます。えっと、集客の話で、まあさっきもね、SNS のアカウントが凍結されたっていう話があったんですけど、はい。はい、なんか今の時点で考えている集客、その SEO なのか、SNS なのか、なのかで、ざっくり言うと、はい どっちで考えてますメインのの集客まあそのツイッターの凍結解除次第なのかなとは思ってますが今の現時点の気持ちだと SEO を少し頑張るしかないのかなと思いますある程度自分自身の今のブログをまあ完成させてでまあ一次情報の記事は継続的に書いて頃合いを見て SNS なのかなっていうのはこうざっくりとして考えてます。凍結されていること自体は かなりり影響がありますかうーん、そこがまだ分かってない部分でもあって、こう凍結されてまだ時間が経ってない、で現状、そこまで PV っていうのは、まあ、少し落ちてきてはいるのかなとは思うんですが、凍結されたばっかりなので、見えてない部分も多いのかなっていう印象ですね。で、ま,あ、まだ吹っ切れてないっていう部分があるので、未練が残っちゃってるっていうのもあると思います。なるほど 僕の考えからすると、今、凍結された直後じゃないですか。はい。だからこそ、新しくアカウント作った方がいいんじゃないかなって思うんです。はい。なんで,でそれを思うかっていうと、理由2つあるんですけど、はい。まず1つが、凍結された直後だからこそ、みんなが、ああの人、凍結されちゃったって思ってる状態なんで、新しくアカウント作ったらフォローしてもらいやすい。はい。えっと、今までフォローしてくれていた人が、もう1回フォローしてくれる可能性が高い。 これ、例えば半年ごとかになると、もう忘れられちゃって、なんかなかなかフォローしてもらえなくなると思うんです。はい。それは記憶が新しいうちにアカウント作って、凍結されちゃったんで、こっちでお願いしますっていう方が、はい。まあ楽だろうなとは思うんですよね。はい。はいうん、で、あともう一つは、その今のまあアカウント凍結の話って、結局一生付き合っていかなきゃいけない話だと思うんですよ。はい。 ってなった時に、じゃあ今のやつが仮に凍結解除されました。でも、それいつ凍結されるかわかんないじゃないですか、また。はい。しかも一回凍結されてるわけなんで、何か原因があって凍結されてるってなると、はい、次に何かそういうことがあったとしても凍結される可能性が高い。はいで。そのリスクを引っ張っていくのってなかなかだと思うんですよ。って考えたら、例えば今アカウント作っといて、はい、新しい、えっと、既存の凍結されたやつが解除されましたって言ったら、はい、別にこの今作ったやつは、じゃあメインのやつは凍結。 解除されたやつをそのまま使っていって、はい、こっちはこっちでサブアカで残していく方が、はい、仮にメインの方がもう一回凍結されましたっていう時に、こっちもサブアカ残るわけなんで、この方がリスクヘッジになるんじゃないかなと思うんですよ。はい、だから別に今アカウントを作らない理由って、まあ、それを本格的に運用していくかどうかっていうのはさておき、はい、アカウント自体は作って、ちょっとずつでも始めていく方が、まあ、リスクヘッジにもなるし、 まあその本当に凍結解除されなかったら、別にそれをメインとしてやっていけばいいので、あんまりアカウント作らない理由ないのかなとは思っちゃいますねはいツイッターなんですけどこう、まだまだ僕も凍結したばっかりで、新しいアカウントを作っては見てるんですけど、なんかそれも凍結されてて、うん、どうしたもんかなっていう状態です。なんか新しいアカウントが作れないというか、作ってみたんですけれども。 それも登録したアドレスの問題なのか、の同じやつ使ってますはいアドレスは同じものになってるんで、多分その可能性が大きいのかなと思いますね、そうなると。そうですね。た <laughs> ぶそれですね。はい、えっと、アドレスが同じとか、あとはパスワード同じとか、はい、まあ今はわかんないですけど、はい、昔やってた感じだったパスワード同じとか、はい、まあ電話番号同じとか、そういうのは、このイモズルみたいなので凍結されやすいなっていうのは僕は思っています。はい その辺の情報を変えてやったら別に大丈夫だと思いますけどね。はい、はいろいろこの数日でやってはみたんですが、うまくはいってないので、もちろん凍結されてから作ろうっていうのはありましたいや、いいと思いますよ、普通に、まあ、SNS はやっていく方が相性もいいんで、そのブログの内容としても。はい、はい、SNS とかでそういう、まあ、いわゆる経済圏みたいな情報を追ってる人も多い。 はいしまあ、そういう交流を求めている人も多いと思うので、なので、SNS からの流入っていうのは、なんだ長くこのブログで収益を上げようと思えば思うほど大事なんじゃないかなと思いますね。はいわかりました。あえてそこをインスタとかに振るっていうのはよくはないですかね、ツイッターが凍結されてるんで、インスタに挑戦するっていうのは。それでいうと、別になくはないんですけど、はい、なんかじゃあ、ツイッターやらないのっていうと、またそれは話が別だと思うんですよ。はい 今のタイミングで、まあ、インスタに挑戦する。まあ、全然ありはいはい。はい、まあ、でも結局のとこ、ツイッターもやった方がいいよねってなるんで、まあ、ツイッターもやっていくしかないんじゃないかなと思いますね。まあ、それはだから、本格的に運用するかどうかはまた別としても。終、まあはい、わかりました。アカウント次第でど、どうするか、エネルギーの配分を考えます。はい、そうですね。はい。 ブログの他をもっと勉強したい人のために無料メール講座もやっています。ブログ収益化まで体系的に教えているから、ブログを本気で頑張りたい人にはおすすめの講座になっています。文章力を鍛えたい人のために文章の書き方を直接指導するフィ o ライティング実践講座もやっています。ブログで稼ぐには文章力が必須なので、ブログ初心者から中級者にはお勧めの講座になっています。どちらも興味があれば概要欄からぜひチェックをしてみてください。一番読んでほしい記事、ありますか その記事の一番上に上がってる 2022PayPay ポイント獲得報告まとめっていうのが、まあ、さっきの、なんていうんですかね、ノウハウ部分のところの話にもしてた、毎月のどれぐらいポイント獲得しましたよっていうのをまとめてる記事になります。はい、これが一番、役に立つのかなっていう <laughs>、すいません、はい。ちょっとまとめ記事とは違うっていうのは十分理解してるんですが。はい まあ一時情報のまとめとして一番上に。なるほど。だとすると、分かりにくいかなとは思いますね。はい。ブログの読者がこうやって見たときに、じゃあこれをいきなりクリックしに行くかって言ったら、やっぱしに行かないと思うんですよ。はい。その今、多分これ、固定されてると思うんですけど、はい。それ固定してる本人だから分かることで。はい。 僕が見てもこれが固定されてるかって正直わかんないんですよね。はい。うん。はい、日付とか見ていったら確かに6月28日が上になるのおかしいんで固定されてるなと思うんですけど、はい、わざわざそんなことを考えて、あ、これ日付が古いものが上にあるから固定されていて、はい、これ一番重要な記事だから読もうなんていう読者は、多分1万人に1人ぐらいしかいないので。そうですね。はい。っていうか多分それ競合だと思うんですよ <laughs>。<laughs> まあ、あの、はい、いない,っていう。ライだと思うで。 本当はあの真ん中にボタンがあったんですけど、この PayPay ペイペイと楽天経済圏比較のその下のところに、はい、あボタンを置いてたんですが、スマホで表示したときに、なんかおかしいなと思って、うんはいで、一旦消したっていう経緯はありますなるほど。うまあ、なので、これを本当に読んでほしいと思うのであれば、もうちょっとそれが分かりやすくないと、たぶ、はい、今考えている動線っていうのが、読者たどらないので、よ、はいはい、くないかなと思いますね。はい 今この画面見て何を指摘されそうだなっていうのはこか画面からですかはい。えー、この画面から、この画面から、すいません、わからないです。まあ,あの、デザインがごちゃついてるなっていうのはずっと前から思ってるんですが。<laughs> いや、<laughs> デザイン的なところは、まあ、あ<の>さてはですね。はい、はいそう、そうなのかなと思って、ごめんなさい、わからないです。いや、何を。ご教授願います。 何クリックしていいのかがよくわからないんですよ。さっきの話とは違って、例えばペイペイ楽天とかグッドプロダクトプロフィール書いてありますけど、p a、はい、ペイ a y 何みたいな。はいうん、これを押すと何学べるのみたいなのがわからない。<laughs> 特にグッドプロダクトみたいなのはもはやなんかこれを押したらどうなるのかみたいなのがわからないので、多分押さないですね、はい、みんな。はい、うん。ありがとうございます。 なので、これを押すと何なのかっていうのは、やっぱり、その、わかるように作ってあげないと、その読者って基本的には、自分が興味ある、自分の役に立つ情報があるとか、自分にメリットがあるって思わないと押さないので、はい。はい。例えば、ここが、あの、ペイペイで月1万ポイント貯める方法みたいに書かれてるんだったら、あ、ポイント貯めたい人は読もうかなって思うんですけど、ペイペイってだけ書かれていると、はい。このペイペイの何なのかがわからないので、別にメリットも何もない。 わけで、うんはい、別に幼いいと思いますねそうですよね訳のわからんものと認識された時点ではいですよね、はい、あと基本的に英語を使わない方がいいですかしこまりました楽天もえっと普通に漢字楽天の方がいいですし、まあ、グッドプロダクトもなんか何かわからないので、はい、<laughs> まあ書店の人が分かるように、はい、なんで買ってよかった商品ならもうこれは買ってよかった商品だと書いてあるげるべきはい まあこのプロフィールとかっているのも、はい、多分見てもやっぱ英語アレルギーの人って結構多いと思うんで、はい、これを見てもそのプロフィールだって読めないなんか読もうとしない人って多いと思うので、はい、だからプロフィールとかっていうか自己紹介とか運営者の自己紹介とかの方がまだいいその分かりやすいんで分かりました単純に PayPay ペイペイがもうアルファベットで書いちゃったんでその流れで全部 英語にしたっていうのがあるので、p a ペイもカタカナにして、あの全部直します。でもうちょっと見せ方を考えていこうと思います。まあ、あとペイ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 ってどうなんだろうペイペイはカタカナ表記って結構あります。英語表記がほとんどですか、ね、<laughs> そのサイトのキャンペーン情報とかも見てても、英語のものだったり、カタカナのものがあったりっていうふうな印象ではありますね。ペペイペイだけは、はい 割とこの字面に馴染みがあるんで、はい。それでもいいのかなと思うんですよ。カタカナペイペイって、はい、まちょっと違和感あると思うので。はい。わかりました。ね、あと、もう一個。はい。この画面を見ていて気になること。はい。で言うと。<laughs> はい。えっと、右上。右上、はい。まこれ、グローバルナビとかグローバルメニューと言われるところなんですけど、はい。はい、ホームとお問い合わせの二つがありますけど、なんか他に載せるものってないですか えとまあ、ここも勉強不足の部分があったんで、あまり触ってないっていうのが正直なところです。ああなるほど、はいまあ。この特化ブログにしてから、まだ2ヶ月ぐらいですよね。はい、はい、なので、その辺の動線作りっていうのがまだまだだなっていうのはまあしょうがないと思うんですけど、はい、やっぱりこのファーストビュー、すごい大事で、結局、はい、このファーストビューに関してはトップページに来た全員が見るわけじゃないですか。ってなった時に、このファーストビューで何を目に入れるかっていうのはすごく大事なことで。 はい、それに比べて、ここ一番下なんですけど、ここまで見る人っていうのはやっぱりすごく少なくなる、はいはい、ファーストビューだとそれこそ100%の人が見るわけですけど、ここまで来るとまあその可能性っていうのがぐっと減るわけなんで、すごいファーストビューに何をどこに置くか、そういうことは重要なんですけど、右上のグローバルナビにこのホームとお問い合わせしかないっていうのはま、あまり動線としては良くないだろうなとは思いますねわ、はいはい、かりました。 それこそ、えっと、さっきのこの PayPay ペイペイポイント獲得報告まとめみたいなのを読ませたいんだったら、はい。まあ、ここに、例えばグローバルナビにこれを入れておくとか、はい。すると、はい、当然それを見て、まあ、そのクリックする人っていうのもいるわけじゃないですか。はい。なんかそういうふうに、なんか読者にどういうふうな動きをしてほしいのか、この画面を見た読者は何をクリックして、どこのページに飛んで、そこからどうするっていう、なんかそういうのをこっちで、はい。考えてあげる。はい はい、っていうのがすごい大事なことで、まあ、それが導線設計みたいなことになるんですけど、はい、その辺は改良の余地、結構あるのかなとは思いましたこまりました。もう完全あの、外観は放置してたので、少しずります、はい。はい、まあ、そうですね、あのはい、とりあえず、まだそんなに、えっと、コンテンツ自体もたくさん書けているわけじゃないと思いますし、まあ、そんなね、導線の話しましたけど、はい、まあ、正直、そんなとこまで考えられてねえよっていう話だと思うので、はいまあ、とりあえず、今日のこの話を参考にして、まあ、余裕が。 ある時にでも、ちょっとその辺は直してもらえたらなと思います。かしこまりました、ありがとうございます。こう対談の中でアドバイスだったりとか、まあ、割と抽象的な話、はい、みたいなのも多かったと思うんですけど、まあ、その中でこう自分のブログの運営方針だとか、自分自身の考え方に合うようなものがあれば、はい、今後のブログ運営で取り入れていってもらえたら嬉しいなと思います。はい、いございます、はい ということで、はい、じゃあ今日の対談はこれで終わりにさせていただこうと思います。ありがとうございました。